パレンバンは、インドネシアのスマトラ島南部にある都市、南スマトラ州の州都である。中国語では、虚構と呼ぶ。パレンバンは、かつては、シュリービジャヤという仏教徒の王国の一部で、古代の首都だったが、1025年に、インド南部の長羅町からの海賊の襲撃を受けた、ことによって、次第に勢力を失っていった。シュリービジャヤ王国の首都は、やがて北方のジャンビマライユに、 移った。1602年には、オランダ東インド会社が創立され、以降インドネシアは長年にわたり、オランダの植民地であり続けたため、主要地であったパレンバンでは、当時の様式建築遺跡が見られる。オランダ統治時代、統治で石油資源が発見され油田開発が行われた。パレンバン油田での1年間の産油量は、 当時の日本の年間石油消費量を上回るほどであったため、太平洋戦争におけるライン作戦では日本軍の攻略目標となった。開戦後の1942年2月14日、空の新兵と謳われた第日本帝国陸軍の空挺部隊である第一帝新団挺新第2連隊がオランダ軍が守備するパレンバン油田、西油所と飛行場に退式集落火山降下。 これらをほぼ無傷で占領する。パレンバン油田は連合軍による通商破壊で日本本土への石油輸送が困難になるまでの間、主要産油地として貴重な石油を供給し続けた。2018年にはジャカルタと共に2018年アジア競技大会の開催地となった。虫川は川口からパレンバンまで約点五メートルの深さに浚渫されていて、 大型船が航行できるようになっている。港湾施設は主に石油、ゴム、石炭の輸出に使われている。塩東西に通過する形で、虫川が流れていて、順バタンアンペラと称する大きな昇降橋が結んでいる。欠片の気候区分では、熱帯雨林気候に区分され、1年を通して、降水量が多く晴れが少ないが、6から9月にかけては、比較的雨が少なくなる。 極端な暑さになることは少なく、最低気温も1年を通して25度を下回る日が多い。最近では2007年に行われたサッカーの AFC アジアカップで日本代表が3位決定戦を当地で韓国代表と行い PK 戦の末敗れている。2009年4月21日には当地で行われたサッカー AFC チャンピオンズリーグ2009で 前回大会王者のガンバ大阪が、当チでスリィジャや FC と対戦し、3から0で勝利。ガンバ大阪はこの試合をもって、グループリーグ突破を決めた。ありがとうございます。